2019年の桜の季節に120人以上の復讐人が世界中から東京に集まって日本復讐中央社団連合総会の誕生を祝賀しました3月24日の午後東京品川のホテルで世界復讐中央同郷総会理事会と 日本復讐中央社団連合総会の創立総会が開催されました。中日中国大使館総領事、チャン・コン・チャオ先生。日本国元総理大臣、鳩山幸夫先生。全国政教委員、政府総会総会長。 香港福建社団連会主席、ウー・ファン・ヤン先生、福建省人大副主人、リン・チアン先生、全日本華経華人連合会名誉会長、ヤン・アン先生など、日中各界の友好人が大会に出席しました。 世界各地から福州縦横の同居500人が集まって懐かしさを分かち合いました。日本国元総理大臣鳩山由紀夫先生が挨拶に立ち。日本復習中央社団連合総会の設立に対して、心からの祝意を表明しました。 3日前に福州から日本に戻ったばかりの鳩山先生は福州の経済及び社会の発展に深い感銘を受けました「今中国の一帯一路構想に参加することは日本にとってもチャンスです」「将来は中日両国の各領域での交流と協力を強めましょう」と述べました。 中国福建省文化芸術顧問津央圓館先生写真一番左は日本国元総理大臣鳩山幸夫先生に中日友好を象徴する書と絵を送りました。